どうも、チョメスケです。今回はマインクラフトで、無線通信機を作ったので紹介しようと思います。コマンドやスカルプセンサーではありません。では紹介していくよ。これが最も基本的な装置です。ご覧のような TNT キャノンで、ドロップ状態のアイテムを飛ばし、それをアンテナ側のホッパーとコンパレーターが、レッドストーン信号として出力します。見ての通りアンテナ部分は、送信機、受信機の位置が固定なら、1マスの壁で十分です。今回は紹介しませんが、この方法なら斜め上方向でも問題なく通信できます。これなら軍事部の人たちは、戦艦と航空機の通信に使ったりできるのでは？火の玉は帰ってきましたが、なんかわかりにくいですね。もう一回。ちゃんと火の玉が帰ってきましたね。続いては先ほどの装置を応用した、レーダー、センサーとなります。アイテムを飛ばすための TNT キャノンと、それを受信するアンテナ、そのアンテナから出力を得る TNT キャノン。そしてさらにその TNT キャノンから受信するアンテナ。これらを組み合わせて、間にある物体を検知することができます。目視でわかるだろなんて言ってはいけません。ロマンです。信号が返ってきましたね。間には何もいなかったそうです。見ればわかるだろ。壁を立てました。ちなみにこれ、シミュレーション距離内でしか動作しないので、コントローラーの右スティック壊れて視点移動できないけど、横に何があるか気になるって人以外実用性ないです。壁にぶつかりましたね。もちろん信号は返ってきません。これで2つの装置の間に障害物があるのがわかりましたね。いやわかるだろ。続いてはこちら。無線8ビット送信機。本当に無線であることを証明するために、周りを掘りました。各2進数の桁に異なるブロックを割り当てて、信号に応じてドロッパーから発射。それをホッパーに流し込み、下にある TNT キャノンで一斉にアンテナに向かって飛ばします。入力したのは、10100100。ファイヤー。送信機から受信機は200メートル離れています。アンテナ括弧壁に当たったアイテムをホッパーが回収。それをアイテム仕分け装置によって、あらかじめ決めておいた各桁のアイテムが検出されると、その桁の信号が出るようになっています。10100100、成功ですね。続いてはこちら。全方向対応8ビット無線通信機。こちらは先ほどのものを小型化し、横に向かって飛ぶようにしたただの送信機です。そしてこちらは今回の目玉。全方向受信アンテナ。構造はシンプルです。白いドームの下4マスの円柱部分をアイテムの当たる壁として使い、それに当たったものを下にある円状のホッパーで回収。
それを先ほどと同じようにアイテム仕分け機で変換します。では早速使ってみましょう。入力する信号は1100100。ファイヤー飛びましたね。1100100100、成功ですね。稀にアイテム仕分け機で仕分けるアイテムが、下のホッパーに行かずにそのままスルーしてしまうことがあるので、先ほどのように確定までに時間がかかることがあります。続いては斜め45度からの入力。入力する信号を悩んでます。1100100、これでいきましょう。ファイヤー飛びましたね。さて無事届いたのでしょうか。1100100、成功です。今回は先ほどより早く確定しました。ちなみにですが、このアンテナ、上部の球状部にアイテムが当たると、アイテムが引っかかってホッパーに落ちなくなります。それを解決するためには、ご覧のように水流を張ることで、防御力を上げるだけでなく、通信感度も上げることができます。さらに見た目もかっこよくなります。通信の安定性は上がりますが、通信完了までに時間がかかります。補足です。送信機側も全方向対応にするなら、今使ってる装置のように、たくさんのアイテムをいろんな方向に飛ばそうとしても、中心から一定距離の円に対してごく少数のマスにしかアイテムが飛びません。さらにドロップしたアイテムは近くの同アイテムとくっつくため、飛ばすアイテムは最低1マスずつ離す必要があります。これではどれほど装置を巨大化しようと、全方向に一斉にアイテムを飛ばすことはできません。なので、この装置のように、一つのアイテムを TNT で細かく調整して、飛ばして全方向対応にするのがいいと思います。ちなみに装薬量を同じにしても、綺麗に斜め45度には飛んでいかないので、その辺はその都度調整が必要だと思います。ぜひ参考にしてみてね。それでは最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。